はい、皆さんこんにちは、ケワイシヒデです。ケワイシヒデのワンポイントアドバイスです。今日はですね、ファンデーションを、どういうふうに塗ったらいいか、小顔にするためにはどうしたらいいかっていうね、そういうふうな要望をよく聞きますのでね、その点についてお話します。まず、ファンデーション塗る場所ですが、ちょっと騙されたつもりで一度やってみてください。僕はお顔の、一応ですね、眉山のこうですね、眉山と眉山のこの縦にね結んだライン、この眉山と眉山のこのラインの外側、これをですね側面顔と言います。でこの側面側っていうのを、基本的に意識していただいて、そこにはもうファンデーションは塗らない。逆にこの中に入れたファンデーションを少しずつ外にですねグラデーションしていって、もうほとんどこの側面は塗ってないという、こういう状況にですね状態で一度やってみてください。ファンデーション塗る場所ですけども、この頬骨の上のこの逆三角形、この部分あたりをね、ある程度意識して、ここがね綺麗に塗れれば、ある程度、バッと見た時の第一印象は結構綺麗に、肌が整ってるっていう印象になります。もう側面までやってしまうとですね、私の顔はここまでありますよということで、もういわゆるその大きさが強調されるんですね、僕みたいに、はい、ですので眉山ぐらいの側面顔、側面の部分は塗らない。そしてここの部分をきれいに叩いて、ここを多めに塗っておく。それから、口元とか目元、こういうところはですね皮膚がよく動きますんで、もう極力薄付きにするようにすると、この3つ気をつけてねやってみてください。それではまたお会いしましょう。ケワイシヒデでした。ありがとうございます。